川崎浮世絵ギャラリーは、かつて2001年に開館し、2016年9月17日に、閉館した神奈川県川崎市川崎区砂子の旧東海道沿いにあった、市立美術館川崎、砂子の里資料館のコレクションを引き継いで2019年12月3日に、川崎市川崎区駅前本町12-1の川崎駅前、タワーリバーク3階に新たに開館した。館長、 斉藤文夫の浮世絵コレクションが展示の中心となっていた。コレクションのきっかけは、横浜の貿易省で浮世絵コレクターだった丹波常夫から日本の宝である浮世絵を収集して、失誌尊存まで伝えないといけないと進められたことによる。この時政治を志していた斉藤には浮世絵を集める余裕はなかったが、自身の県議会議員の選挙区が川崎市全域だったことから、 まず川崎に関する浮世絵を求め始めた。その後、参議院議員になると選挙区は神奈川県全域に広がったため、神奈川にある名所へや横浜へなども収集に加わった。こうして収集の範囲が広がると、今度は系統的に集める必要性に気づき、次第に初期の浮世絵にも手を広げていった。 収集が遅かったため点数的には多くはないものの、菱川諸信から幕末、明治を経て、新版画、創作版画に至るまでの浮世絵の歴史的過程を、大筋ながら説明できるコレクションが集まっている。2016年9月17日に閉館し、川崎市の福田則彦市長が、閉館までの活動に敬意を表して感謝状を授与した。 コレクションの相続の問題から管理のできる施設への帰宅及び東海道川崎宿、交流館での展示が模索されていた。ありがとうございます。